い、じゃあ続いて12ヶ月前のマシュマロになります、いつもお疲れ様です。 PS4 のデジタル限定版を購入したのですが、他ゲームのデジタルサウンドトラックのように USB などに取り込むことはできないのでしょうか。公式サイトに取り込むことはできない説明があったのなら見逃していた自分が悪いのですが、当時は見つけられず購入をしてしまいました。移動中に聞きたいのですが聞くことができず購入したのを後悔してしまいそうです。MTL はすごく楽しませてもらってます。救いはありますか。同じ内容で困ってる人を何人も見かけているので、もし救いがあるなら公式 Twitter 等でアナウンスされることを祈ってます。前にも見た気がする。何という感じで、1年前のマシュマロになっておりますけれども、これ読んだかな、読んだ気もしてきたな。ですね、これね、私ね、わかりません。PS4 版のデジタル限定版ってフランス版制作じゃないんで、実は全くのノータッチなんですね。全くのノータッチ。当時だからあれか、ディライトさんがどっかの会社に依頼して作ってもらったのか、ディライトさんが作ったのかわかんないんですけど、まあなんかそういう感じでサウンドトラックとか特典が読める系のビュアリーダー的なアプリとして作って、それをプレステとスイッチでリリースしているはず。スチームはない、いやあるか、スチームあるかっていう感じで作ってもらってる。あれも結構開発かかってる気がするんだけど、 USB のコピーってできないんだっけあれ。確かにな、この辺はどこまで許されるもんなんですかね。あの特典のやつってタイプルミナの主題歌とか入ってましたっけ。入ってるんだとすると無理だよな。あれって普通にジャストナウで販売とかされてるというか、アニプレックスさんのやつだし、この辺よくわかんないんだよな。俺がね、ちょっとかなり疎いジャンルなんだけど、音楽系取り込みとかどこまで OK なのみたいなやつはちょっとね、俺がね、知識がないから回答しづらいな。でも確かにそういうのができるゲームもあるんですね。だったらできるようにしてくれると便利だなと思うんだけど、できないにはできないなりの理由があるはずなんだよな。まあできないゲームの方が多いんじゃねって気がなんとなくするんだよな。結構音楽系の契約は難しいからな。買い切りじゃないから、例えば総売上の何パーセントくださいねみたいな話になってくると、いやそれはさすがにみたいなになってきて、まあ結構難しいんじゃないのって思うけどね。わかんない。 USB に取り込むとなるとどういう風になんだろうな。俺がそれをやったことがねえからちょっとわかんねえんだよな。取り込んだ時って何のデータになるんだろうね。普通に MP3 じゃないけど何らかのフォーマットになるんか。わからん、申し訳ねえ。まあでも確かに便利にしてほしいよなとは思うので、まあ、この辺はねちょっとわかりませんという感じで、一つお便りいただきありがとうございます。ちょっと1年間寝かせてしまいましたが、ちょっと曲系はちょっとわからないっていうのが回答になります。お便りいただきありがとうございます。